今日のスーパープレゼンテーションはニューヨークのカリシマ氏。こんな風にミスして落ち込むことありますよね。恋に敗れたり、仕事で失敗したり、大切なものを失ったり、孤独感に苦しんだりすることも。心の傷を癒す方法ありますよ。今日はニューヨークのカリスマ心理学者が登場。本当誰でも落ち込むようなことってあると思うので、心っていう言葉って実はマインドとこの魂が一緒になっている言葉で、傷ついた時どうすればいいのか、誰でもできる心のメンテナンス方法をご紹介します。アメリカのプレゼンイベント TED、 さまざまな分野で活躍するスピーカーたち、その新しいアイデアの世界へ。スーパープレゼンテーション。 Hi, I'm Joe Ito. 伊藤丈一です。 Hi everyone, スプツニコです。今日のスピーカーは心理学者、心のケアについてのプレゼンテーションですよね。この時期になるとクリスマスとかお正月、本当に楽しいイベントがたくさん待ってるんですけども、逆にちょっと落ち込んじゃう人もいるみたいですね。そうですよね。本当誰でも落ち込むようなことってあると思うので、今日はそういう、誰にでも参考になるようなプレゼンテーションだと思います。今日のスピーカーは心理学者のガイ・ウィンチ。20年以上のセラピスト経験から編み出した心のメンテナンス方法を語ります。インターネットでの再生回数が400万回を超えた大人気のプレゼン。 Treat yourselfWith the same compassion you would expect from a truly good friend. 素晴らしいプレゼン。泣いてしまった。救われました。などなど、今もプレゼンを見た人からの書き込みが絶えません。世界中の人々を勇気づけるプレゼンテーションをご覧ください。Guy Winch, Why We All Need to Practice Emotional First Aid.私には一卵性の双子の兄がいます。すごく優しい兄です。双子ってどんな感じかというと、双子はエコひいきに敏感になります。私は兄のクッキーが自分のよりちょっとでも大きかったら不満を感じました。お腹空いてなくてもね。私は心理学者になり、別のタイプのエコひいきに気づきました。それは人々が心よりも体を大事にするということ。私は9年かけて心理学の博士号を取ったのですが、人に名刺を渡すとよくこう言われます。ああ、心理学者なんですね。本物の医者じゃなくて。あたかもそう書いてあるみたいな。人々が心より体をエコひいきするのを私はよく目にします。先日友人の家にお邪魔していた時、友人の5歳の息子が踏み台に乗って歯磨きしていて、滑って転んで足をすりむきました。ちょっと泣いたけど、その後立ち上がり自分で絆創膏を取り出して傷口に貼りました。この子まだ靴ひもが結べないけど、傷口を覆うことが大事だってことは分かっているんですよ。あと歯磨きが大事だってこともね。体の健康や歯の衛生を保つために何をすべきか私たち皆知っています。5歳の頃からね。でも心の健康を保つために何をすべきか、何も知らない。心のケアについて子供に何を教えている？いや、何も。なんで私たちは心のケアよりも歯のケアに時間をかけているのでしょう？なぜ心の健康より体の健康の方が重要視されているのでしょう？体より心の方が傷ができやすいんですけどね。失敗や拒絶や孤独によるダメージ、そして
心の傷は放っておくと悪化し、人生に大きな悪影響を及ぼします。科学的根拠のある心の傷を癒す方法ありますよ。なのに人々はそれを実践しません。しようという発想がない。え？憂鬱だって？そんなの思い込みだよ。足を骨折した人に言います？大丈夫だよ、そんなの思い込みだよ。体の健康と心の健康を同じように考えないといけません。平等に扱わないといけないんです。双子のようにね。それで私の双子の兄ですが、彼も心理学者、つまり彼も本物の医者じゃない。別々の学校でしたけどね。私は大西洋を渡りニューヨークへ行きました。そしてこの留学がすごくつらかった。兄弟が離れ離れに暮らすのは初めてで、お互いつらかった。兄は地元で家族や友達と一緒、私は外国で一人。寂しかった。でも当時国際電話はとても高かったので、電話できるのは週に5分だけでした。それで初めて別々に過ごす誕生日、その時は奮発して10分電話することにしました。午前中部屋を歩き回りながら電話を待っていました。まだかな、まだかなと。でも電話は鳴らなかった。遊びに行っているのかな、まあ後でかけてくるだろうと思った。でも結局電話は来なかった。私は思いました。10ヶ月離れていて気持ちに温度差ができてしまったんだと。その夜は私の人生で最も悲しい、最も長い夜でした。翌朝起きて電話を見ると受話器が外れていました。前日歩き回っている時ぶつかってしまったようで、ベッドから出て受話器を戻すとすぐに電話が鳴りました。兄でした。めちゃくちゃ怒ってた。彼にとっても悲しい長い夜だったのです。私は事情を説明。でも彼はこう言いました。なんでそっちからは電話しようとしなかったわけ？確かに。なぜしなかったのだろう。当時はわからなかったけど、今はわかります。理由は単純。孤独感です。孤独感は深い心の傷を生みます。そして頭を混乱させるのです。ないがしろにされているという被害妄想に陥ります。消極的になります。拒絶されるのが怖い、もうこれ以上傷つきたくないと思うからです。あの頃私は多くの人と接してはいたので、自分が孤独だとは思っていませんでした。でも実は孤独というのは自分の中で疎外感を感じているかどうかで決まるものであり、私自身実際疎外感を感じていました。孤独に関するさまざまな研究によると、孤独はとても危険。心の苦しみだけでなく死にもつながるんです。慢性的な孤独感は早死にする可能性を 14% 高めます。14% ですよ。高血圧や高コレステロールを引き起こし、また免疫力を低下させます。いろいろな病気にかかりやすくなります。実際、科学者たちはこう言っています。慢性的な孤独感というのは、タバコを吸うのと同じくらい体に悪いと。タバコの箱には健康を害するという注意書きがありますが、孤独感にはそれがありません。だからこそ心の健康を重要視し、心のケアを積極的に行うことが必要なんです。それでまずは自分の心の傷に気づくこと。人を混乱させるのは孤独感だけではありません。失敗もです。
以前託児所に行った時、幼児3人があるおもちゃで遊んでいました。赤いボタンをスライドさせるとワンちゃんが飛び出します。ある子は紫のボタンを引っ張ったり押したりして何も起こらなかったので諦めました。下唇をわなわなさせてね。これを隣で見ていた別の子はおもちゃを見て、それに触りもせずに泣き出しました。3番目の子はいろいろ試してみてできました。ワンちゃんが飛び出してきて、この子は大喜び。この3人の子たちは失敗に対する反応の仕方がそれぞれ違いました。能力の差があったわけではありません。最初の2人ができなかったのは、できないと思い込んでしまったからです。これは大人でもよくあることです。そういう思いが自分の中から出てくるんです。物事がうまくいかなかった時にそうなるんです。失敗に対して自分の心がどう反応するか知っておくべきです。できないという気がしてきて、それを信じてしまったら、例の最初の2人の子と同じように頑張れなくなります。やろうとすらしなくなるかも。そしてより後ろ向きになってしまう。自分の能力をフルに発揮できていない人多いですよ。ある失敗をきっかけに自分には無理だと思い込んでしまったのです。思い込みを変えるのはとても難しいことです。私は10代の頃のある晩それを知りました。兄や友達と暗い夜道をドライブしてたら警察に止められました。近くで強盗があり犯人を探しているとのこと。警官は運転していた友人を見て、次に助手席にいた兄を見て、それから後ろに座っていた私を見て言いました。その顔どっかで見たぞ。私は言いました。ええ、助手席で。警官は意味が分からず、私が薬をやってると思ったみたい。私は車から引きずり出され、持ち物検査や犯罪歴チェックをされ、その後やっと双子だってことを説明させてもらえた。でも警官は最後まで私のことを疑っている表情をしていました。一度思い込んだらなかなか変わらない。だから失敗してへこむのは自然なことですが、その時に自分には無理だと思い込んではいけません。無力感に負けてはいけません。流されちゃダメです。悪循環が起こらないようにするのです。私たちの心や気持ちって、頼りになる友達というよりむしろ気まぐれな友達、支えてくれたり急に嫌なやつになったりするんです。これはある女性の話。20年の結婚生活の末、泥沼離婚。そんな彼女が離婚後初めてデートした時のことです。相手はネットで出会った人、いい人そう、成功者、そして彼女に気があるみたい。彼女はウキウキして新しい服を買いました。そして高級バーで会いました。会って10分で男は言いました。ごめん。そして立ち去った。振られるのはとっても辛いこと。女性はすごく傷つきました。そして友達に電話しました。すると友達は、まあだってあんたお尻でかいし話はつまらないしさ、イケメン勝ち組男があんたみたいな負け組女と付き合うわけないじゃん。衝撃的ですよね。なんてひどい友達。でもこれ実は友達ではなく、彼女自身が自分に言ったことなんです。人間は皆こういうことをしてしまう。特に振られた後ね、自分の欠点や弱点ばかりに目を向けて自分にダメ出し、自虐に走ってしまう。多かれ少なかれ皆そう。おかしいですよね。傷ついた自尊心をあえてもっと傷つけるなんてね。
体の傷をあえて悪化させたりしませんよね。切り傷ができて、よし、じゃあナイフでもっと深く切ってみようとはならない。なのに、心の傷はそうやって悪化させる。なぜ？それは心のケアをちゃんと行っていないからです。さまざまな研究によると、自尊心の低下は精神的な弱さにつながる。失敗や拒絶がより苦痛に感じる。立ち直りが遅くなる。だから振られた時はまず自尊心の回復を図るべき。自尊心をボコボコにするのはダメ。心が痛い時は自分に優しくするのです。親友のようにね。不健全な心の癖を直さないといけません。一番悪いし、その上最もよく見られるのが反芻思考というもの。上司に怒られたり、学校で恥をかいたり、友達と大喧嘩したりした後、頭の中でそのシーンを繰り返し再生してしまうことです。何日も、時には何週間も。こういった反芻思考は癖になりやすい。そしてとても危険。嫌なこと、ネガティブなことばかり考えていると、病気や障害が生じるリスクが高くなります。うつ病、アルコール依存症、摂食障害、それに心血管疾患も。しかし、反芻したい衝動はとても強いので、やめるのは大変です。実は1年ほど前、私自身これをやってしまっていました。私の兄がステージ3の非ホジキンリンパ腫と診断されたんです。とても重いがんです。全身に腫瘍ができました。化学療法を受けることになりました。それで兄がどれだけ苦しんでいるかということが、私の頭から離れなくなってしまった。兄は一度も辛いとか言いませんでした。ものすごく前向き。彼の心はとても健康でした。一方、私は体は健康だけど心が病んでいました。研究によると、2分間別のことを考えれば、反芻したい衝動を一旦抑えられるそう。それで私は不安なことや嫌なこと、ネガティブなことが頭に浮かぶたびにそれを実践しました。すると1週間で私は変わりました。前向きで楽観的になることができました。化学療法を始めてから9週間後、兄は CT 検査を受けました。私も一緒に結果を聞きに行きました。腫瘍は消えていました。化学療法はまだ続くけど、大丈夫。兄は元気になる。この写真は2週間前に撮ったもの。孤独な時に行動を起こす。失敗に対する反応を変える。自尊心を守る。マイナス思考と戦う。そうすれば心の傷を癒せますし、タフな心を作ることもできます。100年前、人々が衛生に気をつけるようになり、それからわずか数十年で寿命が 50% も伸びました。みんなが心のケアをするようになれば、同じぐらい劇的に生活の質が上がると思います。みんなの心が健康だったらどうでしょう。孤独感がそんなになくて、失敗しても立ち直れて、自分に自信を持つことができて、幸せで充実感を得られる。そんな世の中を私は望んでいます。私の兄も望んでいます。私たちみんながこうしたノウハウを学び、習慣をちょっと変えれば、みんなでそんな世の中を生きることができるのです。Thank you very much.いや、今のプレゼンテーションを見て、心の傷って見えないけど、でも傷に絆創膏を貼るみたいな形ですぐに手当てをするのが大事だっていうのはすごいハッとさせられたなと思ったんですけど、うん、
どうですかジョイさん、あの、うん、MIT で心のケアとか、うん、やっぱりこの時期になると、うん、なんか寂しそうな学生が結構増えてるんで、うん、あの行くとこがない学生たちを全員集めて、まあ、このうちでクリスマスパーティーを大体するんだけれども、うんうん、で、まあ、あのテイクアウトのインド料理みたいなのを食べて、うんうんうん、で実は MIT っていう大学も世界中から今まで一番だった子たちがたくさん集まってきちゃうんで、突然こう一番同士になっちゃうと自分が一番じゃなくなってしまって、結構そこで落ち込んでしまう学生が多い大学なんだよね。私も学生の指導をしていると、実はその作品自体の指導よりもメンタルの指導が多い時もあったりして、結構本当に優秀で能力もすごくあるのに批判に弱いっていうか、本当に新しいものを作るとき、新しい考え方を提示するときって批判あってこそじゃないですか。でもそこが怖くて、そういう発表ができないっていう学生がすごく多いので、いやだからちゃんと心を強く持つんだよっていうのが結構学生指導の7割ぐらいを最近占めてたりすることが多いですね。スピーカーズボイス。プレゼンの中でウィンチは落ち込んだ時に陥りやすい心の癖について指摘しています。 One of the unhealthiest and most common is called rumination. To ruminate means to chew over. You just can't stop replaying the scene in your head for days, sometimes for weeks on end. Studies tell us that even a 2-minute distraction is sufficient to break the urge to ruminate in that moment.2分間何をすればこの反芻を断ち切れるのでしょうか。ウィンチは著書の中でこうアドバイスしています。スポーツや映画などそのことだけに集中できることをする。もっと手軽な方法として携帯ゲームをしたり、スーパーの商品の陳列順を頭の中で再現するのも効果的だといいます。なんであれ2分間全く別のことを考えれば良いのです。でもプレゼンテーションで彼はなんか2分間使ってループにはまっちゃった時にちょっと違う方向に向けるためのこうトリックみたいな話があったけど、スプちゃんなんかそういうのある？いや私結構すぐ腹筋とか筋トレします、運動しちゃいますけど、ジョイさんは何してます？僕は最近気功やってて、でその気功の先生はハーバードの先生なんだけども、彼はよく言ってるのは、東洋医学っていうのは心っていう言葉って実はマインドとこの魂が一緒になってる言葉で、そしてその気功とか、まあ、筋トレもそうなんだけど、体を動かすことによってマインドが良くなるっていうのはやっと西洋医学もこう認めるようになってきて、だから僕は結構気功やってるんだけど、気功の先生結構なんかポコンしてて、あんまりこうシェイプアップには良くないなっていう感じがして、まあ、心も体もあのケア頑張りたいですよね、はい、シェイプアップもちょっと頑張ろうかなっていう感じで、皆さんも心も体も上手にケアしてくださいね。 We wish you a Merry Christmas. By taking action when you're lonely, by changing your responses to failure, by protecting your self-esteem,By battling negative thinking, you won't just heal your psychological wounds. You will build emotional resilience. You will thrive.